やみんな今回はボツになった電子レンジマンの短編を2個お送りするよヘムレンド王人との殿宇宙侵略の準備は整いましたそうかポケモン用法でこの電子レンジシティを滅ぼしてやるのだ電子レンジマンさえ倒せば他にも敵はないからな、うん なんだこいつら何度倒しても次々に現れてきあがる今までにないパターンだ、ね、おりゃ死ねるさが電子レンジまで一筋縄ではいかぬようじゃな誰だ貴様はポケモン用法の指導者俺様はバイキング星人欲しいものは何だって手に入れてきた海賊宇宙人だ 立ち並ぶビルだって全部破壊してきたぜ。ギャーだが、派手に暴れすぎたのがまずかった。おかげで宇宙政府のロボットに目をつけられちまったんだ。ケーキを終えた俺の前にはもはや部下も、ついでに左腕も残っちゃいなかった。だが一つだけ残っていたものがあったんだ。兄貴兄貴お待ちしておりやした カになった安吉が俺の住居の面倒を見てくれるって言うんで、今日はこうして街を歩いているってわけだ。おい、安吉、ここに俺たちの新しい家があるのかそうですよ、兄貴。見てください、新しい家を、ほら。えあれなのか